おはようございます。画家の小木曽です。鬼工評会を始めたいと思います。この鬼工評というのは、画家であります私小木曽誠というおじさんが皆様から送られてきた作品にああだこうだというふうに答えていく企画でございまして、長らくやっております。多分トータルで200回以上やっております。でこの鬼工評に出品、いただける方というのはメンバーシップというものがございまして、それになっていただくことが必須でございまして、ぜひぜひメンバーシップ会員になっていただければと思います。月額1190円で、1回、会員になったらその月2回、見てもらうことができます。でちょっともう1回お休みしようかなと思ったら退会されてもらって結構ですの でメンバーシップの特典としましては、メンバーシップの方のみの動画であるとか、いろいろ突然生配信を始めたりとか、カタログを少し安く変えたりとか、いろいろ特典を考えております。似顔絵を描いてもらうというのも今カタログを販売しております。こちらですね。そちらを展覧会会場とかに持ってきていただいたらおじさん似顔絵描きますので、よかったら会員登録いただければと思います。ぜひカタログも今インターネットで販売しておりますので、詳しくはすべて概要欄説明欄のところをクリックしていただくとそこに書いてあります。わからんかったらメールペインターおぎそ @gmail.com、お送りいただければと思います。それでは第40回を始めていきたいと思います。3、2、1こちらの作品からです。題名は風ということで S35 キャンバス油彩、抑え優乃さんと書き読まなくて大丈夫ですということですけど読みます。小木曽先生やサークルのメンバーが酔っ払いながら描いた絵が素晴らしくて、私もお酒を飲んで描いてみたらとんでもないことになり、何度も絵の具で大掛かりな整形手術を施しましたということです。ようやく完成しましたと。酔っ払ってお酒を飲みながら描いて、私もあんまりいいことありませんので基本的には私もしませんけど、YouTube の中で、お遊びでやることはあっても基本的にはやりませんよ。やめといたが皆さんいいと思いますので気をつけてくださいね。すごく良くなりましたね。人の肌の色、非常に良くなりました。なんかこう感触みたいなのがちょっと入ってきたりとかするところなんていうのは非常に好感が持てますし、良くなってきたなというふうに思います。これ最後に書いたこれ葉っぱなんですかね、花びらなんですかね、どっちかよう分かりませんけど、こうこれだけこう具象的なこう表現が、例えば目であるとかですね、口鼻なんていうのは具体的なこう表現をされているわけですよね。でそれに比べるとちょっとこのなんていうか先入観で描いてしまっていて、そのあたりというのをもうちょっとこう先入観なく、妙脈をちょっと描いてみたらどないなるかなとかですね、ちょっとこう先入観なく書いてみたりした方がこういう時って案外うまくいったりする部分、全部じゃなくていいんですよ。でどうしてもこう具体的な表現と少し自分のこう先入観による表現みたいなのが入り混じってきた時っていうのは、やっぱそのこう自分の表現の中の葉っぱっていうのをこうあまりにも強く書きすぎてしまって、そういうところがちょっともったいなかったりするんですよね。こういうところとかもちょっとこう全部じゃなくてもいいんですけども、少しなんかものとかを参考に見ながら書いてみたり、していったりするともっと良くなります。ちょっとだけいじりました、ほんの少しですけどいじりましたけども、てんてん、こういうところとかってんで、少し、出てくるんちゃうかなと。あと例えばこう今鼻のとかちょっと鼻のところみたいなところを少しこう例えば少し弱めてあげて、ちょっとこう形みたいなのを弱めてあげたりすると、目のところは写実的に、口のところは写実的にいって、少しそれ以外のところはちょっとイラストじゃないですけども、そっちの方に寄せてあげたりするだけで、顔のところだけちょっと鼻いじりました、ちょっとそれだけでもちょっと印象変わりますよね。そうするとイラスト的な表現というのと周りのイラスト的な表現というのが相まってきたりすると、難しいこと言うてるでしょ。だからちょっとその辺というののこうバランスみたいな写実的によるところも背景でもあったり、人の顔の中でもあって、じゃあ今度はちょっとイラスト的によるところもあってみたいな、もう画質の場所がすごく少なくなってきたということは非常に成長している証やと思いますので、ぜひこの調子で続けていってみてください。で、妙脈なんかもちょっとイラスト的に、じゃあ今度は線的に描いてみようかなとかですね。力強い線みたいなのを
画面の中で本当にこう絵の具をこう柔らかく溶いてヒューッと描いていく、なんか線的な動きみたいなのをこう今度はちょっと強めてあげるような、あ、画面の中のイラスト的な表現ですね、美しい線みたいなのを引けるようにしていくとか、その辺のバランスみたいなのを取り合わせてみると、もっともっと良くなってくるんじゃないかなと。難しいところなんですけど、そういうところ少し勉強されてみるともっと良くなるかなと思います。次の作品はこちらです。お、これはよく頑張りましたね。大変お世話になってます。横浜在住の宮本さん、タイトル自宅から見える夜景ということで、画材はアクリル絵具、イラストレーションボード、私のローマ、フィレンツェ、ベネチアの描き方、朝焼けの長崎の描き方を真似して描きました。まず昼間の風景を描いた上に暗い色を、全体にグレーズ、さらにその上から明るい色、暗い色、重ね塗り何度か繰り返して、わー大変ですねこれ、重ね塗りを繰り返したのでマスキングの効果は消えてしまっているように思いますが、それなりに気に入っています。いや、これすごくこう力作ですよ。よく頑張りましたね。まあ、マスキングとかそんなの最後なくなってくる方がどっちかというといいので、はよく描けてますね。光、窓の光とか、非常によく描けているなと思います。まあ、私個人的には空もちょっとうまいこといけばよかったですね。これグラデーションの問題だけなんですけど、グラデーションの問題というのがもう少しこううまくいっていれば、もっと良かったんちゃうかなと思いますけども、わあ、まあ、iPad やから簡単やないけって思うかもしれませんけどね。わあとか。で、例えば、向こうの方にこう、地平線の方に見える光みたいなのを、僕やったらちょっとね、こう若干こう黄色めにしてみようかなとかと思ってね、しゃー。ほんの少しね、ほんの少しやってみたりとか。少し空とかグラデーションかけてみましたよとか、っていうところですね。少しやってみました。もう少しこう空も、わー。ね、かなりやりましたかね。どうですかね。ちょっとじゃあ、レイヤーを外してみましょうね。ペッペッペッこんなんでけへんわって感じかもしれませんけど、アクリル絵の具でグラデーションつけるときってね、やっぱり量を多めにしていってやっていかなあかんすよ。絵の具自体が少ないとやっぱりそのグラデーションって難しくて、やっぱある程度大量にペタッと乗せて大きめのハケかなんかでわーとやっていって、それがまあ1回2回3回何回か重ねていくと、レイヤーをもう一回つけます。グラデーションってうまくいきますので、グラデーションのつけ方ってなかなか難しいかもしれませんけども、ちょっとこう絵の具自体をあまり少なくしないっていうことがまずポイントかなと思います。しかしよく描けてますね。本当にこう細かいところまでちょっとレイヤー外しておきますけども、よく描けたいい作品じゃないかなと思います。こういったところにお住まいだということでございますけども、自分の一番よく見ている景色なんていうのは案外こう描きにくかったりするんですけども、これ自分ですごく絵にできているなといういい作品じゃないかなと思います。いや、それなりに気に入っている意味がわかります。まあなんかこう、まあ、苦労すればいいということでもないとは思うんですけど、一発バシッと決まる絵もあっていいと思いますし、逆にこうやって時間がすごいかかって、いいものになるということもあっていいかなというふうに思います。次の作品こちらです。ニャンコロチーですね。こちらニャンコロチー、個展開催をめでとうございます。鬼候補よろしくお願いしますと。数年前の作品で加湿はしていませんので、後ろのグラデーションなどは綺麗ではありませんが、勢いで描いた油絵です。ブラックの絵の具を使ってみようという実験もありますと。 F85、埼玉里さんでございます。ありがとうございます。数年前の作品だということなんですけど、もうこれはじゃあ逆に思い切って僕がめっちゃ加湿してみましょうかね。まあ、にゃんころチーフが僕はあんま得意じゃないんですけども、まあ、例えば目ん玉なんていうのどんな感じですか。ちょっとでかすぎますね。猫、ね、ってどんな感じなんですか。黒目の中に黒目とかあるんですかね。ほんの少し黒目を入れました。まあやっぱり私はこう目ん玉とかにちょっと光とか入れたくなってきますので、ちょっと光を入れてみましょう。まあ、それだけでも印象がガラッと変わるんじゃないですかね。まあヒゲなんてあるんですか。ニャンコロチーさんはどうなんですか。わかりませんが、ヒゲ少し描いておきましょう。細い線がなんか使ってシャッ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 と描きましょうか。はい、いじり出しましたね。楽しくなってまいりました。目のところなんていうのはね、グッグッグッとこうグッグッグッとダブルクリック、反応しないぜ、という感じになってきたので、まあ、こういうところギュッとこう描きたくなりますよね。しっかり描くところしっかり描いてあげたくなりますよね。まあ、ニャンコロチーを実際見てない、大きいですね。見てないので私はね、なかなかうまくいかないですけども。
で、まあ、ちょっと白い色とかを使ってね、シャー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 、もうちょっと透明感を出してみて、シャー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 、まあこういうところなんか書き込みとか楽しいでしょうね。私なんかもアホみたいにやりますけどね、こういうところね、どういう感じになるか分かりませんけども、シャー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 、にゃんころちよにゃんころちよね、耳のところのこう一番端っこの毛なんかも大事ですね。シャーシャーシャー、ハッチングをしてますよ。シャー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 、はい、ちょっと書き込みをちょっと一部分ですけどしてみました。外してみます。じゃあ、おー、生きたような感じになりましたね。書くポイントみたいなのはやっぱあると思うんですね。こう全部書くのは大変かもしれないですけど、まあ、例えば目なんていうのは非常に大事だったりしますし、毛なんかでも、まあ、僕やったら油絵の具使ったら、まあ、白い絵の具をうまいこと使って、描いていくかなとかですね。やっぱ明るい絵の具っていうのは結構ね、ひげのとこなんかのにゃんころちってどんな感じなんですか、よくわかりませんけども。はい、レイヤーを外してみます。だいぶ印象変わりますよね。やっぱ描くポイントとか描き込む場所なんていうのは少し絞り込みながら少し考えられてもいいのかなと思います。まあ、確かに背景のグラデーションとかがもっと綺麗にいくと、この作品はもっともっと良くなるんちゃうかなと思います。もっと描きましょうね。じゃあね、もう背中の背面の毛なんかももっと描きましょうかね。じゃ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 、まあお前これ iPad やからできるんやんけとかって突っ込まれそうですけど、おじさんやったらこれぐらい描けてしまうんやでということを皆さんにお見せして、嫌がらせのような過失を今日はちょっとしてみようかなと。じゃ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 、あ、もうせっかくやったら背面の、グラデーションなんていうのも少しやってみましょうか。いや、はい、うるさい男がビビ言っております。まだ泣いてます。ピャー、グラデーションじゃ綺麗にいったらどうなるかね。はい、レイヤーを外します。つけます。もう一度いきますよ、レイヤーを。はい、どうですかね、だいぶ書き込めていい塩梅になったんじゃないかなと思います。ぜひぜひまた新しい作品も楽しみに待っております。次の作品こちらです。ほう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 、はい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 、小木曽先生いつも楽しみにしていますと、冬の深まる朝、会社の前の通りの朝日と通行人の影が逆光で逆光に挑戦してみました。ご指導お願いします。覚悟しましたので鬼で構いませんということで、新ミヤゾンさん、冬の朝の新橋、ファブリアーノとアルティスティコエキストラホワイトブロック 300g 23×30cm 方面、ホルベイン透明水彩ということでございます。あ、朝なんですね。ごめんなさい、僕夕日かなと思いました。大らかにどんどんどんと捉えているところというのもいいですし、透明水彩感みたいなの非常にいいなというふうに思いますよ。そんなに悪いと思わないんで、あんまり鬼にはなりきれないですけど、まあ、やっぱりこう、もっと強めにこう、初めに塗った色かな、こういうこう、色とかっていうのを、もう少しこう、大胆にこう、描いてあげてもええのになと思います。少しこう、逆光を強めてみますが、人のところなんていうのの逆光感っていうのをもう少しこう大胆にスタートしてあげてもいいのかなと。どうしてもね、皆さんこういうところ怖いからね、慎重に慎重になりすぎますけど、バーン、ダーン、ダーン、ダーンと初めにつけてあげて、まあそれでちょっとつながって影がつながっているようなところというのはちょっとつなげてあげるぐらいの気持ちで描いてあげてもええのかなと。バーン、バーン、まあ、ちょっとこう影を少し、木の方も行きましょうかね。つなげてみました。やっぱここの初めの土台の段階というのに、少しこう頑張られてもいいかなという人がちょっと多いかなという気がします。まあ、ここの強めのグッと仕事みたいなのが入って、ちょっとレイヤーというのを外してみますよ。ペンペン、まあ、これぐらい大胆でいいのかなと。でやっぱここの後ろのこの建物との光のこのところの境目みたいな、少しこう難しかったのかなという気がしますよね。まあここやっぱ難しいでしょうけどね。よいしょ。まあなかなかこう新橋っていう感じしませんよね。朝の新橋ってなんか、まあ僕なんか飲んだくれの おじさんとしては、もっと飲んだくれて、倒れてる人が、その辺に、そんないないですね。はい。
ここはどこやねんっていう感じですけども、すごくこう優しい色使いで透明水彩の使い方みたいなのも非常にいいですよ。で僕はこういうの、いいと思うんですね。やっぱそれの道具の画材の良さ見て、はい、レイヤーを外してみます。パッパッで、そういうこうなんか第一印象みたいなのがパンとこう出せるかどうかというのはちょっとこうポイントになってくるかなと思いますし、ぜひその第一印象をパッと描けて、そこから細かい描写みたいなのができるような訓練みたいなのをぜひぜひこれからされていってもいいかなと思います。どうしても透明水彩っていうのはですね、若干こう絵の具自体が明るく乾くとなりますので、この調子で頑張られてみてください。次の作品に行く前に、次の作品はこちらの作品です。いつもありがとうございます。クアラルンプールのスピンオフ、今回はこの作品の公表をお願いします。2020年の春にクアラルンプールのアングリーパンダさんの奥様が所属するコーラスグループとコラボした時に会場に展示した作品の一つだそうですよ。90cm×60cm、面のキャンバスにアクリル絵の具で描きました。もうこの方だから昔から描けてたんですね。なんかこうイラスト的な表現みたいなのは初めの頃から十分できていたんちゃうかなと思いますし、ものすごい言い切りも強くってね、そんなに悪い作品じゃないかなと思うんですよ。だからそんなにこうもうね、なんかいろいろこうチャレンジしてみたら面白いのになと思うんですけど、まあなんかちょっと遊んでみるとすればどの辺かな、まあなんかこうペターっとこう塗り込みすぎているところあるから、なんかこうちょっと絵の具の遊びみたいなのがあったらもっと面白くなるかもしらんなっていう感じはしますよね。ちょっとなんか色をわざとムラっぽくこうしていってます。ペターっとベタ塗りではなくて、なんかこうですね、少しこうなんか滲んでいるような表現みたいなのを入れてみたりとか、なんかこうなんかふわーっとした柔らかい色を塗ってみようかなとかですね。ちゃーっとこう明るくしてみたりとか、まあ人だけじゃなくですね、で逆にももっと目なんかめちゃくちゃリアリティを持って描いても面白いかもしれませんよね。ぎゅーみたいな感じで鼻のとこ少し明るくみたいなとかね。これはコーラスなのか歌歌ってるのかよく分かる。ちょっとレイヤーを外してみますね。ピッピッ、なんかこうそれぐらいの遊びとかがあってももっと面白くなるんちゃうかなと思います。まあ、どうしてもこうなんかイラストという感じに見えてしまっているので、なんか分かりませんけど、こうイラストから少しこう柔らかさみたいなのとか、まあ、私のなかなかこうこの辺って実はあんま得意じゃなくて、どういう風に指導していいかよく分からないんですけども正直なとこ言うと、まあ、私だったらどう描くかなぐらいの感じで試していくしかないので、いろいろ試していってますけどね。まあなんかこうイラストプラスなんかこう絵画的な要素を入れてみるのもありなのかなということで、ちょっとこう書き込みもしてみても面白いかもしらんなということでちょっと書き込んでみてますけど、まあそれがうまくいってんのか否かは私もよう分かりませんけど、書き込み的な要素を少し入れていったらこの絵はどうなるのかという、単に実験に使われているというだけなんですけどね、すみません本当にねどうなるんですかね。ちょっとレイヤーを外してみましょうね。ちょっと書き込んでみたらどうなるかまあいいか悪いか分かりませんけどね、ちょっとそのなんかこう緩さみたいなのが少しあっても面白いかなとも思うし、なんかこう絵の中でこうなんか失敗したようなところがあっても面白いかなとも思いますし、ちょっとこう絵の具の面白さみたいなのも画面に入れてみるということもされてみても、まあ古い作品なのでちょっと思い切って解説してみました。はい、次の作品こちらです。わあ、良くなりましたね。頑張ってますね。
取り出の西崎さんですね、タイトルはピース85シナベニアのジェストスタジオ。すごいですね、ここまで孫を描き続ける。孫2歳のプレゼントに、もらったカメラを、首から下げて、写真撮影の散歩に出かけました。私がカメラを向けると必ずピースのポーズを撮ってくれますということで、すごいですね、良くなってきましたね。なんやろな、もうすごくこう本当に、色がすごく色というか書き込みもようなってきて、まあ、孫をここまで徹底して、ね、私はやめといたらとまでは言わないけども、言い続けているんですが、なんかこうこれまここまで徹底していくというのはなかなか好感が持てるようにもなってくるし、面白いなと思います。あ、そうだ、うん、まあ私もこれやりながらどうしたらいいかわからん。ちょっとね、顔が赤みがかっているところが少し気になるので、まあ、その赤みがかっているのをなんかちょっとなんかこうライトレッドみたいな色使われてますかね、ちょっとその色みたいなのがほんの少し気になるかなという感じがするので、ちょっとその赤に関して、今ほんの少しだけこう反射光を入れたんですよ。ちょっとこう気になるなっていうので、今反射光的なのを入れてみたらどうなるかなっていうことを試してみたりですね、ちょっとこうその緑が、あ、緑じゃ赤が、少し気になるよというのを少し、もうこれ思い切ってね、こんだけ青とか入れようにゃって感じかもしれませんけど、僕なんかこうなんか赤とか使うときはね、部分部分には冷気系を入れたり、まあ、中心になるのはカドミウム系みたいな色を入れてカドミウムレッドみたいなの使ったりとか、それやっぱり用途に合わせて、はい、だいぶこれ実は書いたんですよ。ピッピッ、場所とか用途に合わせて、ちょっと黄色みがかった感じも入れてみましょうかね。でそのほんの微妙なこうね、ちびっこの顔の色に差し込む色みたいな微妙な色みたいなのを今後のこう課題としてぜひ、探されていくこともあっていいのかなというふうに思います。今ちょっと黄色を実は差し込んでいきましたね。ピッピッピッ、まあね、この赤っぽさみたいなのは自分では意外と気づかないんですけども、ほんの少しこう入れられるだけで印象がガラッと変わるんじゃないですか。こうなってくるとちょっと後ろとか洋服のところの色みたいなのももう少し気持ち明るくてもいいのかなみたいな感じになってくるんじゃないでしょう。前後関係、こう 手とかの前後関係が出ているところなんていうのはすごくいいです。手前ぎゅーっと出てきているところなんて頑張って出されたなという感じがして、はすごく勉強されているなという感じがします。ちょっと洋服をちょっと明るくしてみましょうかね。なんかこれぐらいになってくるとこれぐらいの明るさでもええんちゃうかな。レイヤー外しますね。なんか感じに見えてきませんかね。でやっぱりここのところのこうコントラストをぶつけることによって、こういうところのコントラストをすごく強くぶつけることによって手前にまず出してやろうっていうのがすごく意図的にわかるんですね。で皆さんもこういう前後関係の出し方みたいなのを、やっぱ唾のところとか手のところとかこういうところにこうぶつかりみたいなの持ってきたことによってビュッと前に出てきてるじゃないですか。でそういうのができていて、後ろにもちゃんと明るい色とか置いてるけども、ちゃんとこう前後関係が出ているというところが非常に好感が持てるなと思いますし、そういうところを理解しようとして、作品を作っているなというところ非常に好感が持てます。この調子でぜひぜひ、頑張られてみてください。ちょっとこっち側のほっぺたなんかも少し明るく、もう気持ちこう肌のグラデーションがこう綺麗につくようになってくると、もっと力ついてくると思いますので、ちゃっちゃっ、なんかこう少しその辺というのを覚えていかれたら、あ、もっともっとちょっと赤もさしておきましょうね。もっともっと力をつけていくと思いますし、楽しみやなと思います。だいぶ顔これいじりましたよね、そういうところも少し覚えられ、ちょっとオーバーに書きましたけども、こういうところも覚えていかれるといいかな。最後もう一回やっておきましょうか。レイヤーを外したりつけたりしますよ。いきますよ。ペッ、はいはいはい、赤みがかってるでしょ、ちょっとね、ちょっとこうね、もうね、都会の少年のような雰囲気になったんじゃないですか。うちの息子もこんな感じで、日焼けしておりますけど、ペッ、で、都会の少年のようになったんじゃないでしょうか。次の作品いきます。
はい、こちら、わあ、これまたね、いつも力作ありがとうございます。非常に素晴らしいですね。わ、影の色、また綺麗な色やな。アスファルトの坂道と、川口和子さんですね。ありがとうございます。F4 号水彩ウォーターフォード、美術館での個展おめでとうございます。毎日通っている坂道ですと、アスファルトに落ちる影がかっこいいので、電柱をどけて描いてみました。いやー、いいですね。僕、今読む前に気づきましたもん、影。この影の微妙な色というのが表現できているところが本当にいいなと思います。今僕が言うた、言う前からもうそれがふわっと見えてきましたもんね。だから主題になるものっていうのがこう前もちょっと言ったと思うんですけど、現象というものに主題を置いているっていうところなんていうのは非常に面白いし好感持ってるし、なかなかそういうところに人の目、目とか行かないんですけども、そういうところにポッと行く。でちょっとだけ今ほんの少しいじったのところは、よいしょ、この辺りに少し私実は今ビーチクバーチクおしゃべりしながらですけども、ちょっとだけ暗くしたんです。見といてくださいね。ほんの少しいきますよ。レイヤーを外します。ペッペッ、どうですか、僕がレイヤーつけてる方が影の方により目がいきませんか。ペッ、ほんの少しですよ。でこの絵に関してもだいぶ色もビビッドな色、鮮やかな色みたいなのが入ってきて、前より格段と良くなっていて、そして主題であるこの影みたいなのにちゃんと目が行くようにできている。そして最後のほんの微調整が この辺り、こういうことがペッとできるようになったりするともっと良くなると思いますし、僕やったらねもう一箇所ね、なんかねこんな難しいこと言うてっていう感じかもしれない。ちょっと強すぎたね。はい、左の上になんか一本立ちましたよね。いきますよ、レイヤー外しますよ。ペッペッ、この一本あるかないか意外と大事だと思いませんか。ね、突っ切っていく形みたいなのがもう一個なんかここの辺にあったりするとまた印象が変わるし、じゃあもうそして最後の最後にもうちょっとじゃあビビッドな色、鮮やかな色みたいなのを勇気を出して私が置いてみましょうね。せっかくこう川口さんなかなかこう難しいって言うんだったら、じゃあほんの少しだけですよ。あ、汚いね。ちょっと待ってね。この色のこのぐらいかな。この微調整は難しい。ほんの少し、ほんの少しどこかに置きました。どっかに置いています。どこでしょう。皆さん気づいたでしょうか。ほんの少しで全然違うと思います。レイヤーというのを今から外してみますよ。パッ、あ、どこですか。空にほんの少し入っただけでまた衣装がらっと変わりませんか。ピュッ。ね、影のとこ少し押さえてあげて、緑の鮮やかさなんて綺麗で、画面の構成的にさ、どこかに何かの一本の線を入れ、そして空のうっすら見えてるそこのところに青空をちょこっと足してみた。それだけでガラッとまた印象が変わったような気がするんですね。それによってそこから落ちている影とかっていうのがもっと見えてくるというね、なかなか高度なことこのおっさんやりおるな。ね、ひどいですね。85歳のねお姉様にこんな難しいことをね。この辺が絵作りなんですね。私なんかこういうこと実はちょろ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 やってます。自分の中で、あ、ちょっとなんか気になるなとか、なんかちょっととか、あ、ここにこうやって鮮やかな色あったなとかっていう嘘は結構ついております。最後の作品となります。こちらの作品です。可愛らしいですね。ローズさんですね。小さなイチゴを見つけた 36×51cm ある種。庭の花と可愛い仕草の子供を描くことを楽しみにしてますと。先月はブルーベリー狩りを見ていただきましたと。同じ子ですが、下唇を噛んでいるところがいたグラボグで面白いので描いてみました。4歳のお孫さん、お肉をよろしくお願いします。肌の色が濃くなりすぎたでしょうかということでございますけども。そうですね。肌の色ちょこっとだけ濃くなっているという感じは少し見受けられるんですけど、どこが濃いかっていうとそれに気づいたら一番いいんですけど、ちょっとだけじゃあ少し自分でその気になっているんやったらば、僕が少しだけいじりますよ。よいしょ、ほんの少しいじりました。じゃあレイヤーというのを外してみましょう。どこでしょうか。ここです。はい、顎の下とか唇、あの影の中のあたりとか、あ、このあたりというのを実は少しだけいじりました。どこかというとこのあたりです。このあたりね。もう一回レイヤー外しますよ。で
って、ね、このくらいで十分に見えるんですね。そうなってくると洋服のシワとかっていうのもちょっとこれやったら濃すぎんかっていうところがあるんですね。でそういうところっていうのを少し直していきますけども、洋服のシワとかももうちょっと抑え気味にしてあげて、抑え気味にしてあげてもいいんちゃうかなと思います。でこの辺の微調整ってめっちゃ難しいですもんね。こういう洋服のシワとかっていうの、はい、レイヤーを少し外してみますね。顔の部分と洋服のシワね、このぐらいでも十分見えませんか？いかがでしょうか？この辺のこう微調整みたいなのっていうのをこうやりすぎるっていうことがある一歩手前でね、とどめることができたらもっともっと良くなりますよね。難しいこと言い張るな、ね、もう少しじゃあ全体的にそれ、ね、自分がおっしゃる通り、少し影の色みたいなの、僕は明るくじゃあしてみましょうね。影の色とか顔の中コントラストがちょっと強くなりすぎたんちゃうかということで、少しそういうところをいじってみようと思います。じゃでね、これぐらいでも十分影に見えたりしませんか？レイヤー外します。ピュッピュッピュッで、逆にグッと強くするところは逆にもっとグッと強くするということをしていってもいいんですよ。か、あ、顔の例えばこういうところから抽出を押して、ん、あ、いかん、抽出をして、もうこういうところの輪郭のところなんていうのに逆にグー、あれ濃い色出てこへんな、もうちょっと濃くしましょうね。ぐー強めにグッと置いてあげるところ、ぐーっと強く置いてあげるだけでもまた印象が変わると思います。ダンダンね、そういうこう強弱みたいなのがどっちかというと大事なポイントのところにはグッとつけてあげて、弱めるところファッと弱める。もう本当にこうダメなんかよく書いてありますね。いいですね。口なんかもいいです。ほんの少しですけど私がこういじったことによってだいぶ印象が変わったんじゃないでしょうか。よくありがちなのは顔やから顔の影って暗いとかって皆さん先入観で思うんですけど、やっぱ髪の毛とかが一番黒かったり暗かったりすることが多いですよね。白髪の人除いてね。で、それ、じゃあ人の肌の中の影の色、髪の毛の中の明るい色、どっちが暗いかって言ったら、意外と髪の毛の中の明るい色の方が、こっちよりも暗かったりすることあるんですけど、それが逆転してしまったりするっていうことが案外あったりしますので、そういうところちょっと注意されて、あんまりこう影やから影やから影やからってしすぎてしまうと、今度はそれはそれでまた問題となってきますので、ぜひ注意しながらやられてみてください。第40回は以上です。では、なんで見たら優しくなぁなぁなぁ Bye bye.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 